お風呂も、ちょっと髪は乾かしてないけど、お風呂上がったり、ずっと一段落ついたところだったので、また遅い時間だ。すみませんね。ふう、お疲れ様、ありがとう。今日大阪初日、まあ2日間で4公演って感じなので、初日やっても明日終わりって感じなんだけど、今日は2回公演でしたね。来てくださった方ありがとうございました。関西弁喋ってないねこっち来たからね、ならない。でもほんと結構カンパニーの中関西出身の人多いから、普段はみんな普通の標準語というか、こうなまってない感じでお話されてるけど、その地方で集まっ、その地方出身の人だけで集まったりとか、ふとした瞬間に関西弁とかが出てて、なんかギャップ感じますね。あ、本当はなんかこういう素の喋り方はこういう感じなんだって。またほとんどもう関西なんじゃないかなってぐらいみんなそう。でも映らないねそれはね本場の喋り方、確かに。茨城仲間いますよ、ガリさん、師匠の役をやっている。そうだから、今回もあのイントネーションとかが、私が間違えていたところ、違ったところとか、そう同じ茨城出身の小野さんがね直してくれて、そうすっごく助かりました。ちょっと地元のトークをしたりとか、そうめちゃ助かった。明日というか、もう日付変わっちゃったけど、2回公演やったらもう全部終了です。大千秋楽です。いやー長かったっていう、終わった達成感すごいだろうな。寂しんでくれるの、おー嬉しい、ありがとう そうだよ、早く帰れるか選手権も明日で、この2回公演で終わると思うと、それが一番名残惜しいですね。いっちゃん楽しかった、今日も楽しかったな。今日優秀、今日2位とかだったよ。には すごく楽しそうで何よりいっちゃん楽しい。これが一番は絶対無理。金髪の岡部凛さん、そうですね、もう見納めになりますね、しばらくは。一番絶対良きだもん明日は朝早いの。でもそんな、ま、いつもと比べたら1時間始まるのが早いので、そうまあ1時間だけって感じかな。にお姉ちゃんいない、寂しい、ありがとう。でも私は寂しくない。ブラッドレーもいい勝負、ブラッドレーすごいんだから。もう武器を片付けないといけないハンデを抱えながらも結構上位に食い込みますからね。
そうだオンラインお話し会、そうずっと前からやろうと思ってて、あの卒業する前からもうやるっていうの決めてて、お伝えてて、それでずっと進めてたんだよね。やろうと思ってすぐにちょっとできなくて、やっと今月になっていろいろ申請とか準備が整って、そうやっと開催できることになって、でもその申請とかもいろいろあってできるようになりましたよってなったのは本当に最近だったから、なんか舞台とか終わってすぐのタイミングで、なんか今までのルーティーンってなんかそうだったから、もうずっとね、シング出た時には何回もやらせてもらってたから、みんなと話せる機会は最低でもなんか月に1回はあったイメージだったから、うん、だからじゃあなるべく、まあちょっと中旬とかいろんなとこ行って忙しくなるから、ね、みんなから聞ける感想もまだほやほやのうちがいいなと思って、ちょっと早めの日程でちょっと設定したんですけれども、今回だからそれで初めて今まで使っていたアプリって言っても、私たちはねもうセッティングしていただいちゃってて、そうもう来てすぐポチッとしてできる状態だったからあれなんだけど、初めてちょっと使うものだったりどんな不具合があるかわからないので、それでちょっと試験的なもので、そう最初からちょっとたくさんの枠作っちゃったりして不具合があったりしたらちょっと取り返しつかないなと思って、そうこちらとして、そうだからちょっと最初はこれでちゃんと全部問題なくいったらまたすぐにやりたいなと思ってるので、いや私じゃなくて機械音痴、そういう問題じゃないもん、違うもん、そうあの私個人がいじるってより、そうちゃんとシステム的にちゃんと作動するかなとか、そう本当はね、あのもっと今後ももっと枠も今回は1分1人1枠でみたいな感じだけど、そうこれから少しもうちょっと長く話せる一つの枠を、例えばだけど3分とかね、話したいと思ってくれてる人はね、なんかもうちょっと5分10分とか、まあ分かんないけどね、それもみんなから直接聞いてみて、うん、あそうなんだ、ポイント余っちゃってる、あごめん、まあそうなるよね、そうなっちゃったよね、でもそれが無駄にならないようにこれから、そう定期的にはいかないかもしれないけど、まあね、それが理想だなと思ってるんだけど、なんかそんな風にできたらいいなって、まあちょっと1分は無理だよって、難しいなっていうのを伝えてもらえたり、自分がそういう枠があってもいい人がいるなって思ったらそういうのも増やしてみたり、ちょっとだから今回は少なめで、そう1分だけでっていうような、そうだからちょっといろいろ皆さんなんか話したいなって思ってくれてる人はもっと分かってもいいのにって、そういろいろ意見もらったりしたから、そうなんだけど、ちょっと今回は初めましてのところなので、ちょっと試しながらやらさせてもらって、それにお付き合いくださいっていう感じなんだけど、あーそう言ってもらえると嬉しいですって言ってもらえてよかった。そうだから見誤ってるみたいなことを言われたんだけど、そういうことではなく、そう今回ちょっと試させてねっていうような感じではあるんだけど、でもありがとうございました、そうちょっと今後楽しみにしててくれたら嬉しいです、いろいろ調整していきますね。ああそうね、何人か結構いた、そう仕事当日でっていうですね、ちょっと急遽な告知だったんで、それは都合つかないですよねっていうのもあったんだけど、
でもちょっと今までみたいに、まあそんな私一人でやるから、そんな今後やった時にもう買えなかったみたいなことも起きないと思うんだけど、そう、その何時から開始で、なんだろう、なんか今までの握手会とかはさ、1時2時でその時は何枚までしか買えないみたいなシステムがあったけど、ちょっとそれは私関与できないっていうか、ちょっとわからない、触れられないとこな、でも伝えてはいくけど、なるべく、うん、なんか買えるようにしたいなと思うので、でもとりあえず今回のね、完売したってことなので、皆さんありがとうございました。まあ少ないんだけどね、今回も。なので、まず最初は7月6日の土曜日お昼から買ってくれた人はなんかいろいろお話ししましょう。平日、あ、それもね考えた。そう、土日ばっかりにすると土日仕事の人ね一生参加できないから、もう一回ちょっと今回それは諦めちゃったんだけど、平日の20時とか18時とか結構帰ってる途中って人が多いだろうから、やだやかなと思ったんだけど、だから20時から22時みたいな、わかんない、その辺の時間でと思ったんだけど、まあでも様子見てやっていきたいと思いますね。平日がいいパターンもあったりするもんね。まあでもね、どれぐらいの時間やるとかも自分たちで自由に縛られることなく決められるので、そうだから、え、一生買えないのみたいな感じになっちゃってたら申し訳ないので、私もね、せっかく思ってくれてるのにそれでね諦められちゃったらちょっと悲しいので、そういう未来があるということを匂わせておきます。ありがとう、本当に私もありがたいでございます。でもこういうのなんか自分たちでこう決めて、方針とかも決めてね、作っていけるの、これはやっぱりグループにいるとね、できないことだったりしたからね、それ楽しいね。りんちゃんファンもいだってだよねーとか言っていやいやいや、じゃないとだって来てくれないじゃないね、来てもらえるようにしたいものだって。そうだね、来月は結構そのね、ファンクラブのイベントもあるし、ファンクラブのイベントでなんか商品なんかないかなと思ってお土産買った。ちょっとそれは一つずつしか、お昼と夜で一つずつしか買えなかったけど、あたいとおそろっちだよそう、大阪お土産、じゃそれぞれの部で発表します。私とおそろっちグッズです。うぅ、明日議会後やったら終わるの。やっぴー。
千秋楽、最後のカーテンコールでお客さんの席見てると、自分のファンの人たちがねプローンって並んでるのがねすごくわかるのみんなニコニコして見てくれてた愛おしラインがあるんだよ。あ、多分ここの列私のファンクラブの枠だみたいな。それ以外にも結構前の方でポロンポロンポロンっていたりするんだけど、そう、多分他の男性キャストの女の子の女性のファンの方のあれに挟まって、そういたから今日笑っちゃったそう、 S 席。まああとその女性の方とのペアで来てる人も男性いたし、検索ファンなのかなって来てるのかなっていう方もいらっしゃったし、あーなるほどね、前にいるのは DVD の先行チケット、そうなんだ。まあそっか、そう言ってたね。だからね、本当に女性の、割合とっても多いですよ。お、オンラインお話し会取れましたよって、ありがとう。先行でもそんないいとこ、あ、そうなんだ。じゃあ結構やっぱ他のキャストのファンの方もわーって応募したんだろうね。すごい人気だな。8人ぐらい、あ、男女の割合がってこと？男女、私が席さ見てて思うのは、19 かな。あんまりいらっしゃらないかも。ね、ハガレンっていう作品自体が男性が好きそうなイメージだけど。でもやっぱり感激ってなると、やっぱねそれぞれのキャストのファンの方が、もちろん原作も好きでっていう方もいらっしゃるだろうけど、キャストのファンの皆様っていう感じがするな。いや、もうどっちかっていうと俳優さんのファンっていう感じがするな。でもお手紙いただくんだけど、やっぱり前回の1回の見て、それから好きですって伝えてくれる女性のファンの方もいらっしゃったり、嬉しかった。今日もいただいたんだよね。岡部さんのウィンディがすごい好きですって、岡部さんにやってもらえてよかったですって言ってもらえて報われました。ほっとしましたね。あ、本当？よかった。自信つきました。今ついた自信だと2回やりきれると思いますよかった。大阪にこの公演のために来てるっていう皆様は、大阪満喫で来てますか？私は昨日も
お好み焼き食べられました。めっちゃ美味しかった。控えようかなと思ったんだけど、でも意外とめっちゃ早く終わっちゃって、場当たりとかも、もう夕飯全然余裕でいけるじゃんみたいな、そう時間ができたので、粉もん好きになりました。いやいや、もう好きになりましたってよりも昔から好きだぜって。お好み焼き好き。うん、舞台寝る前にめっちゃ食べたわ。うん、あの大阪来てすぐ食べたお好み焼き屋さんは中学校の同級生で大阪で働いてたっていうお友達がいて、そうで一人で遊び終わった後に合流して、そのお好み焼き屋さんに紹介してもらったっていうか連れてってもらって、そうお好み焼き食べて、うん、で昨日はエンビーと食べました。お好み焼き自分から言うことじゃないけど、私の方がお姉さんだから、そうお姉さんがご馳走してあげたよ自分で言うなってそう、エンビーはあれだね、あのお代理とかマリアと同じ事務所だったの。そう、私の方がだいぶ年上じゃないかな、 3,4 歳ぐらいかな。はっはっは。串焼きは、串焼き、串焼きってなんだっけ、レンコンとシシャモ、さすりん、さすがりんちゃんってこと愚痴聞いてもらったの。愚痴って言ったらなんかね、雰囲気悪いみたいな感じになっちゃうけど、でも昔からなんだろう、演技というか子役の時からやってったみたいで、そう、でもこの世界のことはね大先輩だからいろいろ教えてもらったり、ああこういう世界があるんだみたいな。そう、薄着、薄着じゃ、あの 薄いんじゃなくて腹出しコンビですね。そうだからお互いそんなに飲み食いできないから、そうお互いにこう抑えながら出るからねって、お腹がねって。だからちょうどよかったです。今日一緒に写真撮ってたね。え？写真撮った？え？何の話？写真撮った？なんだっけ写真って。舞台中お腹ひゅ、いやもう本当だよ、めっちゃ寒かった。あライマくんがあげてるんだ。あ、そうなんだ。でもそれね、東京の時や東京の時に撮ったやつや。今日ステージにいる時も冷風を感じたな。めっちゃ寒っと思いながら凍えたぜ。でも本当に音とかもめっちゃ良くて、
他の感激した方も結構見やすい会場だっておっしゃってて、よかった。あ、本当？2階再生神。お、確かに見やすそう。いや本当結構みんなね、羽織るものとかあった方がいいと思う。寒いよじゃ大阪がじゃなくて今回のこの会場が。楽屋も超寒くて私ずっと凍えてたわなんか風がない場所を探すもんだって。そう、ブランケットを借りてたことに終演後に気づいた。そうなんだ、借りれるんだ、すごーい。お体大丈夫かい？うん元気。またあざできちゃった、バーたりとかで。まあもうね、明日で終わるからね。劇場って貸し出してくれるとこに。知らなかった。そうなんだ。まあそのキャストのためっていうのももしかしたら理由あるかもしれないけど、多分機械とかが温まっちゃうからっていう理由もあるのかな。いろいろ炊いてたりするからなのかな、詳しくないけどなんかライマくんの個人情報が。そうなんだ、22歳。そうなの、そんなに若いんだライマくんって。2002年って最近じゃん。2002年って誰と一緒なんだろう。22歳の人って誰？エイトだと。本当に？オグポンより若い。ユイユイより若いの？待って、信じられないんだけど。そうだったんだ。ちょっと衝撃だったな。ゆいゆいも今年23な。ゆいゆいが23か、大人になったね。ハッツと一緒。そうなんだ。それはおごらないとだってね、私何歳だ。でもダンスやってたんじゃないかな。ダンスやってたと思う。地元のお祭りとかで発表会してたよ。やば、もう0時49分だって。待って、私5歳。嘘、あ、ごめん、ダンスしてないわ。あれ待って、5、6歳だ。全然、あれ全然、ごめん、違った、嘘ついた。ヤマハ音楽教室に行ってますね、じゃあ。ヤマハ。ぐっすり寝てね。そうね、もうそろそろ寝ないとね。髪乾かしてない。髪乾かします。私もこれ今から髪乾かすな。一緒じゃん、頑張って乾かそうね。私の方が早い気がする。私の方が髪短いから。待って、何そのさアイコン、旗、それ何の時のやつ。みんな結構持ってる人いるね。なんかあの丸の48で岡部凛って書いてある旗。
なんだこれ。高いドライヤー持ってきて、あのね、今回はちょっと荷物減らしたいなと思って、私ロングじゃないから、ロングヘアじゃないから、ホテルのやつで大丈夫かなと思って今日はね持ってこなかったね。ガチャ、ガチャとかあったんだ。観光できましたか？大いにできたと思います。めちゃめちゃしたと思います。今までのいろんなあれで大阪来たけどさ、仕事交えてこう大阪来た中では一番楽しかったね。いっぱい大阪のご飯堪能したし、楽しみまくりました。太陽の塔の顔まで、え、気づいた？ありがとう、嬉しいな。そうだよ、あれ太陽の塔の顔の真似してるんだよ。自分が可愛いと思ってる顔ですってやってるんじゃないよ、あれ。それで滑ってるみたいになったら恥ずかしいな。あれは顔真似です。そうだね、団体じゃないからね。いやでももっとすごい人はいますよ。あの公演本番期間、今日とかさ、今日だっけ昨日だっけ、そういうバータリーとかの前に京都行ってきたみたい。まあ行けるよね、でも早く起きれば。すごいなね。いやでも帰る途中で京都みたいな時間はないですね今回は。前は知ったんだけどね、それでその神社行ったんだけどね、岡部林って芸能神社の、そう、それで確認できたんだけど、ちょっと今回は厳しいね。そう、もうちょっと翌日にとかに、もうそうそう、夜とかにもあるので、あんまゆっくりできないですね。あ、そうだ、エルタマ企画ありがとうございました。参加してくださった皆さん、めっちゃ美味しいお弁当いただきました。今日フルーツ大福もあったんだけど、まあ、その前のあれ、なんか生クリームと牛皮のだったらいけるかと思ったんだけど、白あんが入ってた。ダメだった、悔しい。生クリームだったらできたんだけど。でもみんながすごいキャピキャピしながら、今分かる人にしか分かんないと思うけど、なんかイシュバールの人たちのシーンやってる時にそれが楽屋のあれに届いて、そうだからイシュバールの周りやってない人が最初にいいものをどんどん取っていくというね。でみんなキャピキャピしてるのを見て微笑ましかったです。ニコニコして見てました、その光景を。私はイカ焼きを食べてました。見てメロン割るよとかさ、私イチゴかなとかやってるのを見てました。確かにそういうのないかも。今回先輩から撮るみたいな、あの先輩たちベテラン勢が先に
取るまで手を出しちゃいけないみたいな空気はないので桃とかっていいなあ、こう食べれたらなあ。食わず嫌いじゃない、いや食べたことあるの。でもっともっとね、いろんな美味しいあれに出会ったらいけるようになるかもね。そう、これに関しては伸びしろがあるというね。伸びしろいいように使って。でもちょっとね、楽しみすぎたので、ご飯食べすぎてしまったので帰ったら反省して慎みますフ20代後半になるとマジ味覚変わる。でもそれはすごく実感してて、あでもね、先輩がそう言うんだったらまだ30歳になるまでの間にもっと変わるのかな。嬉しい、説得力がある、自分より年上の人がそう言ってるなら。でも本当にちゃんと増えた子供っぽい味覚から、どんどん。だって大葉しそとかも絶対のけちゃってたんだけど今までで、も友達が連れてってくれたお好み焼き屋さんのやつね、しそ入ってたんだけど、でもそれが入ってていいなって食べてて、なんかいつもとは違う味がして香っていいなと思ったの。すいませんね、なんか子供みたいな話しちゃってすごい子供っぽい報告してるけど、いいなと思ったから、なんかそういうのもっと増えたらいいなと思う。あれがまだちょっと苦手かな、みょうがとか。みょうがは一生仲良くなれる気がしないな。まあ、生姜はもう完全に好きになった。うん、あのね、ちょっとまだ未来見えないのが春菊かな。パスタ食べた時にちょっと入ってたんだけど、なんかまだ苦いなーと思った。あーセロリもちょっとやだもん、リゾットとかに入ってたら。料理によるか。あパクチーは別に食べられるようになりたいと思ってないかな。あれはいいですね。でも春菊はでも好きになれる未来ありそう。うん、そうね。パセリは好きかな。でもいつもパラパラになってるやつかけてるだけだからな。サンマの苦いところは、あーでも好き嫌いかって、まあ苦いなーと思う食べれなーいはないけど、食べててもめっちゃ苦いなーって感じはする。ピーマンの苦さは好き。こんなくだらない話でみんな夜更かししてて大丈夫まあ大丈夫ない人はもう勝手に寝てるか。レバー選ばないな。レバー、アボカド好きだよ。美容にもいいらしいじゃん。実感してないけどいいらしいから食べてるって感じ。よいしょ。うん、髪乾かすのイヤーとか持ってきちゃった。だって綺麗に整えてもさ、だってさウィッグかぶるからなみたいなかぶっちゃうし。アサイ好き。あアサイボウルでヨーグルトみたいなやつ。
かんない、好き嫌いどっちかわかんないけど、でも選ばないな。あーね、ゆうゆうなんか、あー確かに結構食べてるイメージあるな。オーガニック系好きだよね。体に優しいっていう感じのが好き、ゆいゆいが。僕タイ人だけどパクチーそんなに食べない。まあこれはね、どこの国生まれだからとか関係ない、パクチーは普通に好き嫌いは激しく分かれそう。なんせビューティフルだから、ちょっといじってない、それちょっといじってるよそれ。もち麦はいいだし、あーね、言うよね。うん。今日のお弁当一緒だ、美味しかった。2種類あった。海鮮系か、いや違うな、もう片方はホタテとカニで、もう片方が金目鯛と牛、なんだ牛筋なんだ、なんかそんな感じ、牛筋じゃないっけ、なんだっけ、どっちかだった。私はホタテとカニの方にした。最高、みんなのおかげありがとう。みんな幸せそうにご飯食べてたよ。好きなの好きだね、みんな好きでしょう、これはもうみんな好きなはずだよね。え、そう、私のファンの方の名前いっぱいあって嬉しかった。なんかりんちゃん推しってこうちゃんと書いてくれてたりすると嬉しいな、ああいうのね、ああいう時みんなが見えるみたいな時にそう書いてくれると嬉しい気持ちになりました。自分が見てわかるっていう人もいたし、他にも他のキャストさんの何々くんが好きみたいな、そういうの名前に入れてて、そうニコニコして見ちゃった。あのマスタングのジンくんとか、ジンくん大好きみたいなこと書いてあった気がする、惜しいって。口角上がっちゃった、いいですねっていう。それぞれやっぱ皆さんも、あこの人知ってるんだみたいになって、あでも私はじゃ分かってる分かってる、ありがとうね、ほんとすごい美味しい思いできました、感謝です。みんな出してばっかりお金。ちゃんと返せてるかな、お弁当まで見に来てくれて、大阪まで、もちろんこう近い人もいると思うけどさ、大阪まで来て感激もして、お弁当も私たちに入れてくれて泣いちゃう。ありがとう。支えられすぎちゃった。
べてはりんちゃんの笑顔のためでしょ。今私ニコニコだよ。弾ける笑顔、まるで太陽のよう。あー伝わらない、このキラキラした弾けてる笑顔伝わらない。ニカってしてるよ、夜なのに。茨城の太陽の塔だから。適当。怖い？あら、ごめんなさい。怖かったか。はあ、明日起きれるかな。大阪来たぜの皆さんはいつ帰るんですか。夜ご飯行くのかな。あ、てか月曜日お仕事とかあったりするのか。そりゃそうだよね。え、間に合う？大丈夫？間に合うの？気をつけて帰ってね、みんな。じゃあご飯とか食べられるの今日が最後だったのかな。いけないから配信見ます。あー、ありがとう。そうだ、忘れてた。やばいやばい、明日みんな配信あります。忘れてました。配信東京の時もあったんだけど、それはりょうたしとあれどっちだっけ。あ、今日と同じペアか。ちんくんの青木さんと、そう、ヒロの氏ので、明日とか今日はユーネクストで和田マスタングさんとヨヘイドさんですね。スピードが全然違うんですよね。私はマスタングさんとは全然接点ないんですけど、そう、一式バージョンとヒロノバージョンで結構スピード感が違う時がありますね。言葉数？アドリブの話？いろいろ違いますね。やっぱり同じそのセリフだったとしても、台本でも。意識度なんだかパワフルわかる気がする。あ、そうだね、アクションは結構違うね。アドリブ、うん、結構アドリブされてる。ウィンリンちゃんはアドリブ箇所がないですね、残念ながら。できるところがないですね。あの、だからその掛け芝居とかでは全然自由にやってるけど、それすごいシビアで、本当に細かい一言二言だけみたいなセリフも当初の
あの一番最初にできた台本から結構それぞれカットされてて、それぐらい秒数が結構すっごい細かく厳しいんですよ。そう、だからアドリブで長いことやりすぎると結構長すぎってそう、秒数すごいすっごいシビアです。そこそう、だからもうちょっとセリフあったりしてたんだけど、そういう細かいところを各シーンで細かく削って削って、なんとか今の休憩込みだけど3時間に頑張って収めたので、だからこのセリフのところでバンドチームの方のカウントが始まって、なんとかかんとかのこのなっていう言葉でカウント開始して曲が始まるみたいのが全部そう決まってるの。そうだから綺麗にまとまってる。そうそうそう、まあね、自由にできたりできるキャラクターもあれば、私に関しては結構もう音のこととかもこの言葉よ、この言葉の次の言葉もっと高い音から始まってみたいな、そういう説得力を増すために結構そういろいろ言ってもらいましたね。ここ、このままセリフ書いたけどここに句読点打ってみてみたいな、そういうのも結構、うん、私のキャラクターはびっちりばっちり、うん、それで作り込みましたね。台本に書き込むの、書き込んでることもあればもう頭に入れてみたいな。私今回も台本持ってきてないですね、大阪には。それはすごいね。え、すごいのかな、また持ってきた方がいいんだと思うんだけど。でも東京で12回やってるし、ここから大きく変わることはないよなと思って持ってこなかったですね。なんかすごい、めっちゃ褒められてる。別に褒められるようなことをしてないよ全然。持ってきた方がいいやつだよどっちかっていうと。まあでも今ね、タブレットで見たりそういう人もいたりするからね。でも私台本に関しては無理ですね。紙じゃないと覚えられないや、多分。すごい、なんか才能がすごいみたいな、すごい褒められ方してるけど、全然それは才能のうちに入らないからありがとう、すごいいい感じに褒めてくれて嬉しい気持ちにはなったありがとうスルさん寝ます。そうね、ごめんね、すごい長くやっちゃった、ごめんね。私も寝ますわ、ありがとう。いや、あれ普通に配信しようと思ったんだけど、壁が特徴ありすぎたからやめたそう、すみませんね、ま、真っ暗なんですよそっち、ごめんね。めっちゃラジオですからごめんなさいね。本当癒しになって、なってるのなってたならよかったよ、ありがとう。ではでは、残り2回も務めを果たしてきます、頑張ります。明日はスカーに勝ちます。スカーに勝つとは
ちょっともうトップ3以内でウィッグを外せるように頑張ります。すごいそこって楽しんでる。それが楽しみでやってるから、私舞台剥がれベテラン勢に勝つために。今日私も自分の走り速くてスカーの背中押したもん。早く早くって抜かされるって。袖のはけ口2つあるからさ、よりメイクさんのお部屋に近いとこから履きたいんですよ。どうしよう、終わった後写真撮ろうって言われちゃったら、あ、もう絶対トップに入れない。そこは写真撮ってってね。でもいや、メイクさんとかはねちょっと帰る予定があるから、本当にその自分が帰りたいかじゃなくて、普通に早く外さないといけないんですよ、ああいうの。だからね、合間に撮ります、そういうの。でもね、本当は撮りたいキャラクターもいるけど、そう、なんかやっぱ原作のあれがあると難しいとこもあって、そう、あと結構みんな出番がいろいろあったり、金役もされてると、この人と撮りたいけどでも全然そのキャラクターじゃない今みたいな、そう、撮れないの。あの人と撮りたいのに自分がここにいるとき、撮れるタイミングのとき、そのキャラクターじゃないみたいなことが起きてる。あー、しょうめちゃんと撮りたい。しょうめちゃんずっと舞台袖で寝てるから、明日撮ってもらおう。舞台始まる前にとはコンコン絶対撮れない格好してる、みんな。頭にネットだから撮れない。始まる前撮れないよ。そう、みんなウィッグつける時間違うから10分刻みでみんな違うの。絶対表に出せない顔してる、みんな頭とか。見せられないようだよこれ。結構大変。そう、それも見てみたい。私は全然見せられるけどね。もう今回もカメラのメイキング面白いとこいっぱい入ってたんで、 DVD の特典に絶対なるだろうから、おそらくね、楽しみです。自分も結構今回は自分映ってると思われる。自分から絡みに行ったら、あ、今回は余裕そうですねってカメラの人にバレちゃった。いや、なんか前回は男性キャストの方にしかなんか興味なさそうと思って全然行けなかったけど、私あんまりそうカメラの前でなんかすることあんまなかったけど、ちょっと今回絡みに行ってみました。使われてるといいね。ほんと毎日のように、ほんと、いや、ようにじゃない、毎日入ってるからすごいよね。舞台でこんなことあるんだと思って、
寝よう。髪乾かしてもう半分乾いちゃったけど乾燥で。ありがとうみんな、ごめんなさいね長くやっちゃって。何回明日頑張ってきますって言ってんだろうね。はい寝ます、すみませんでした。ありがとうみんな、もうゆっくり寝てください。おやすみ、すみませんね突然終わって。ありがとう、おやすみなさいです、またね、じゃ東京でバイビー。